さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの歌い方講座の時間となりました。ちょっと立て続けに載っけておりますけれども、今回はまた、5月の25日発売になりますけど、中村美津子さんね、ベテラン級のベテランでございますけど、今回、ケン哲也先生の作曲になりますけれども、タイトルは銀の雨ね、銀の雨、梅雨時になりますけれどもね、これからね、まあこの人たちちょっとこうなんていうかね、こう柔らかく粋な歌い方がまた要求されるかもしれませんね、女性のね、そんな感じで、ちょっとほのぼのした感じで、いいかもしれませんけどね。じゃあそれではキーは非常にちょっと低い方なんですけど、男性方とかなりもっと低くなりますんで、ちょっと出しにくいですけど、まあ女性のキーに合わしながら、表示に合わしながらやっていきたいと思います。3コラスございますけど、ね、1コラスいつものように歌っていきたいと思います。不慣れでございますけど、よろしくお願いします。回転は71回転になりますけどね、比較的ゆっくりな歌ですけれどもね。じゃあそれでは銀の雨を歌ってみましょう。投げて頭切りましょう。
口の悪さはその裏返し。この辺もちょっと調子を取りながら、ちょっと小刻みな。口の悪さはその裏返し。口の悪さはその裏返し。一拍ごめん。赤い提灯浮世坂。
いところございますから、ちょっと私も歌いづらさもありますけど、じゃあゼロクラス行きましょう。受ける前にちょうどですね、歌詞の違いがありますね。そうですね、赤ちょうちんって上から3段目っていうか、赤いちょうちん、赤いちょうちんってありますけど、2番は口の滑りも、口の滑りも、3番はきっと絵にって、絵にって、あ、ちょっと待って、絵になる、絵になるですね、きっと絵になる、絵になる、少しこう若干言葉遅れが違いますね。1番は赤いちょうちんと、2番は口の滑りも、ね、3番はきっと絵になる、これ3番の方がいいかというちょっと違いが出てきますね。そのまた下にね、寄り道もそっと、寄り道っていうのもいいんですけど、うん、寄り道もと、2番はあの歌、たがこぶし、あの歌に、あの歌に、あの歌に雨もってできますね。3番も同じですね、2番と。違いますけどね、まあなかなかカラオケで歌ってるとそこの違いは見つけづらいですけどね、きちんと歌えばいいと思いますけどね。いただきます。
れてしまいます。3番ちょっと私若干こんな夜はハールって言ってちょっと間を取りすぎましたけどね、まあそんなことで、ちょっとこう細かいいわゆるアップダウンがございます。で全体的に低いんでしっかり声を前に出して、ね、低音の方を出してくだ、声を出してくださればよろしいかと思います。簡単でございましたけど、今回は中村美津子さん、銀の雨、この歌を今日はレッスンいたしました。ありがとうございました。